はい。理化学研究所の津川博史です。このセッションというか、こういう動画ではですね、ここでは天然物の、天然物じゃなくても MSMS のアノテーションの、事例紹介っていうことを、どんどんやっていこうと思って、こういうふうなビデオの試み始めたんですけれども、まず第一弾として私の方からは、このメディカルデニカシッドオーマロニルヘクソースという化合物を MSMS を紐解くことで、見出したということに関して、紹介させていただきたいと思います。これもともと、この左に示した論文で、ある種メタボローム解析と呼ばれるような幅広い、代謝物っていうものを包括的に解析しますっていうような分野の一つとして、ある種ワンノムゼムとして、こういう構造があるかもしれないということで報告させていただきました。で、ここで注意点はですね、ここに構造を書いてるんですけれども、先ほどの、最初のタイトルにもあったように、実はこの構造、NMR を取ったわけでも、表皮を全合成して構造を確認したわけでもなくてですね、あくまでその MSMS を解釈して、例えばこのアグリコンにこういう構造があるかもしれないと。そして、どこについてるかわからないけれども、こういうマロニルヘクソースっていうものがついて、他の H ハイドロキシについてるかもしれないっていうことを、そこまでしか述べれなくてですね、実際にこういう、このアグリコの構造の中にどこに二重結合があって、どこに OH 基があって、はたまたこのどこに、こういう糖の構造がひっついてるかっていうものは、実際には検証はしておりません。あくまで、一個のキャンディデートとしてこういう構造を書いたということです。例えば、それこそ私、この時は勉強不足で、この時はこういう構造を書いてしまったんですけれども、あまりこういうところに、糖っていうものは、この化合、このアグリコンとしては報告されてなくて、もう少し違うところに、あったりもするので、こういう、実際の配糖体の位置とかは、実際の表皮の全合成や NMR っていうものを実際には取ることになります。ただ、MSMS を基づいたメタボローム解析のいいところっていうものは、ある程度こういうふうな部分構造や、その構造の全体像っていう、ぼやっとしたものを、先に、例えば組成式も含めてですね、を、バリデートしていくことができるっていうことで、しかも幅広くですね、だからそういう面では重宝されるものかと、今でも、思います。で、今から言うことはですね、実はこのコンプレヘンシブナチュラルプロダクツっていうその本の、第3版で、2020年に、出版されるものの一つのセッションで、私の方で書かせていただいたものの、一つの事例紹介になってますので、本当に細かいこと、どうしてこういうふうな構造になったかっていう、本当に細かいところは、この本に記載されているので、もしよければ、一読いただければと思います。で、ここに、どういうことを書いてたか、これで、この、この本のフィギュア7として、書かせていただきました。で、私、例えばですね、こういう MS ファインダーっていうプログラムを書いておりまして、ここでは未知の、こういう下にあるような MS1 のスペクトルや MSMS のスペクトルをインプットすることで、組成式のキャンディデートっていうものを、算出するようなソフトウェアで、さらにこの組成式が決まった後は、この組成式に合致するその化合物構造を、例えばパブケムやその天然物の、ディクショナリーオブナチュラルプロダクトとかいうデータベースですね。そういうふうな天然物のデータベースからこの組成式に合致するような構造を、ダウンロードしてきて、その中で一番もっともらしいものを、サジェッションしてくれるようなソフトウェアになっているんですけれども、ここで注目すべきところはですね、この組成式、確かに決まったんですけれども、これでパブリックレポジトリにこういう組成式に合致するものがあるかなと思って検索かけても、ノーストラクチャーですと。少なくとも基地のものとして知られている化合物のデータベースには、この組成式はそもそも登録されていなかった。じゃあ、こういう構造を、自分で紐解いてやろうかっていうことで、導き出したっていうものになります。で、まずですね、こういう未知の、
構造、スペクトルっていうものが、まあ、イオンっていうものができてきたときに、まず一個大事なこととしては、プリカーサーイオンのアダクトタイプっていうものを一個見つける、あ、まあ、しっかり決めるっていうことが大事かなと、私自身は思います。で、まあ、今回の場合はですね、例えば左側の上のパネルっていうものが、あの ESI のポジティブイオンモードで取得した MS1 のスペクトルの M オーバーズ751っていうものがそもそもありましたと。で、これの、要するに、これが M プラス H ってもうすでにここに書いてありますけれども、これがどうして M プラス H なのかって、まあ、そもそも決定したかというと、これと同じ保持時間で、そのネガティブイオンモードで計測した場合ですね、その出てきた時のそのプリカーサーイオンの M オーバージーっていうものが 749.37、まあ、同じ保持時間でこういうイオンが出てきたと。で、これってネガティブイオンモードでは749、ポジティブイオンモードで751っていうことで、ここで見ると二ダルトン差になるんですよね。で、こうなるようなそのイオンタイプっていうものは、まあ、M プラス H と M マイナス H のそのバリエーションしか考えられない。で、まあまあ、これが、まあ、最も正しいだろうっていうことで、こっちを M プラス H、こっちを M マイナス H というふうに決定させていただきました。で、まあ、これが決まればですね、まあ、安心して組成式算出までいけることになります。で、ちょっとこの研究、ちょっとずるいことをしてるっていう話なん、ずるいっていうか、難しいことをしているんですけれども、まあ、この、まずそのアダクトタイプが決まった後、今度は何をするかっていうと、当然組成式っていうことを、まあ、決めることになります。で、これ、組成式決めるっていうことも、これ、飛行時間型の質量分析装置を使っているので、まあ、結構一筋縄ではいかないと。まあ、考えさせると、まあ、100以上の組成式候補っていうものを優位に算出してくると。で、まあ、なので、今回の研究ではですね、実際に組成式をまず正確に決めるために、実はこの 13CO2 ガスで、そのずっと育てて、続けてきた植物と、まあ普通の 12CO2 ガスで育て続けた植物を、まあ、両方 LCMS 分析をして、まあその 12CO2 由来の LCMS のデータと 13CO2 由来の LCMS のデータをこうマージしてあげて、こういうふうな、まあ、例えばですけれども、まあこう 12CO2 由来のこのイオン、プリカーサーイオンのアイストピックパターンも含めたものっていうものが、そう、例えばですね、と、グルコースっていうものは C6H12O6 っていうことになるんですけれども、まあ、ずっと13、重い C で育てたものっていうものは、その、炭素が6個分、その、M オーバー G が重くなる、まあ、質量が重くなるっていうことで、その、12CO2 由来の、その、この、M オーバー G よりも、まあ、グルコースの場合は C6 個入ってるわけですから、6ダルトン、その高いところにピークが出てくることになるわけです。ですので、まあ、これが未知の代謝物だった場合、このマスのシフトを見ることで、ある種その未知代謝物、まず炭素数がわかるっていったようなトリックを、今回実は研究に使っています。で、これ本当に、生データの例なんですけれども、まあ、これは MS ダイヤルっていうソフトウェア、を、そのマージ機能を使っているんですけど、これは 12CO2 ガスで育てたメディカゴトランカチュラ由来の、そう、根っこですね。由来のネガティブイオンモードのデータと 13CO2 ガスで育てた時のメディカゴトランカチュラの、その、データをマージした時の例なんですけど、この青、の、ここの、で示してるやつが 12CO2 ガスで育ったサンプル由来のイオンが、こう、グルーピングされた結果、まあ、M プラス39って書いてるんですけれども、まあ、その39個の炭素重いところに、こう、イオンがシフトしていましたよっていうような結果を示しているので、じゃあ、この未知のイオンっていうものは、この炭素数39個入ってたんだなっていうような解釈になるっていう話です。で、まあ、この、まあ、それでもですね、ここに、まあ、こう、一例を示しているんですけれども、まあ、39ってこう固定したとしても、いくつか当然、組成式の候補は上がってくるわけなんですけれども、まあ、この中で、まあ、一番この MS ファインダーのソフトウェアが一番もっともらしいものだろうとして挙げてきたのが、この C39H58O14。まあ、今回の場合はこれが正解だったわけですけれども、まあ、これ
をに基づいて、まあ、構造解析をしてみましたということになります。で、その構造解析の一例がですね、まあ、ここの下に示すようにこの MSMS を、まあ、見ていくことで、まあ、こういう構造のアノテーションを行っていくわけなんですけれども、こうそもそもですね、どういうふうにこういう構造に近づいたかっていうことを、もう本当に未知音の場合はですね、ある種それこそ文献に頼るっていうこともその一個の手法として挙げられますと。例えばですね、このまあ私、この場合はネガティブイオンモードの方がなんかまあスペクトルの本数が少なかったので、まあ、ネガティブイオンモードの MSMS からじゃあ解釈してみようかねっていうふうなことでまず最初は始めました。で、この 439.322 っていうこのイオンにこう着目して、これってそもそもどういう構造から出てくるようなプロダクトイオンになるのかなっていうことで、その文献をこう検索していくと、まあ、こういうふうに、ジャーナルオブナチュラルプロダクツで、メディカルフトランカチュラの、その、由来の、こういうトリテルペンサポニンって呼ばれる、その化合物の一個のクラスを、まあ、豊富に含むような植物なんですけれども、まあ、このような植物、由来のトリテルペンサポニンのですね、まあ、アグリコン、あ、まあ、要するにプロファイリングをした報告、を、そのすでにこの論文、があるっていうことをこの論文から、で見つけましてですね、ここにはいいことに、まあ、このグループ、それこそ、すごい信頼性高いというか、それぞれを全合成じゃなくて、その NMR で確認したり、そのハイレゾリューション、超高解像度の、まあ、これだったら FTICR になるわけですけれども、そういうものを使いつつ、その構造解析をしっかりやっていっているようなラボ、以来の、その、まあ、報告だったわけだったので、まあ、これを、まあ、参考にさせていただこうっていうことで、まあ、この、まあ、今回もメディカルトランカチュラだったわけなので、サンプルが。まあ、そういうものに合致する、こう、まあ、代謝物っていうものが、まあ、報告されてないかっていうことでちょっと見てみたところ、まさにですね、このメディカルゲニックアシッドと呼ばれるような化合物由来のプロダクトイオンでユニークなイオン M オーバー G としてこの 439.3 っていうものが報告されていた。で、これはちょっと難しいんですけれども、このアグリコンの構造そのものが出てきてるわけじゃなくて、ここからまあ CO2 が脱離して、さらに脱水して、さらにまあネガティブになった結果の439って、まさにこういう文献がなかったら、こういうことのプロダクトイオンを見てるっていうことさえも、まあ、気づきにくいものになるわけですけれども、まあ、まさにこういう文献があったおかげでですね、まあ、この 439.322 っていうものが、まあ、こういうプロダクトイオンなんじゃないか、まさにこのメディカルジェニックアシッドがアグリコンじゃないかっていうことで、まあ、見出せることができるわけです。で、まあ、これが一個こう決まったらですね、まあ、これがメディカルジェニックアシッドだろうなっていうアグリコンがあるなって思えたらですね、まあ、あとはこう結構簡単で、その、まあ、これがまあ CO2 の、ニュートラルロスで、さらにこう、トータルとしてマロニルヘクソース、まあ、248って、まあ、結構これ業界では有名なんですけれども、248のトータルのニュートラルロスっていうものが、まあ、ここであるわけなので、まあ、そのマロニルヘクソシルっていうものがどっかにこうついているような構造なのかもしれないっていうことで、まあ、ネガティブイオンモードのスペクトルを解釈できたわけです。で、あとはですね、そのポジティブイオンモードのスペクトル、今回これすごい汚いんですけど、こう、実はこれは、我々、まあ、いくつかですね、標準品の、スペクトルっていうものを自前で取っていたので、まあ、トリテルペンサポニンのネガティブイオンモードとポジティブイオンモードの MSMS の解列パターンっていうものが、だいたいこういうふうな感じになるっていう傾向も、まあ、見ていたこともあり、まあ、さらにはですね、こういう構造だと思いながら、その MSMS スペクトルを解釈すると、この構造と考えて、まあ、妥当であるっていう判断が、まあ、でき、
るわけです。例えばこの457っていうものをアグリコンマイナス CH2O2 プラス H っていうふうにアサインできるし、その 439.457 っていうものをアグリコンマイナス CH2O2 マイナス H2O プラス H っていうふうにまあアサインできると。で、トータルで見て、まあ、この MSM、ポジティブイオンモードの MSMS スペクトルっていうものは、この構造から出てきたとしても、まあ、おかしくはないっていうふうな、解釈になると。で、まあ、最終的にですね、まあ、だから、まあ、おそらく、この化合、この道の、ピーク、代謝物っていうものは、その、アグリコンとしてメディカリ、ニカシッド。そして、まあ、その配糖体の構造としては、マロニルヘキソースっていうものがついた、もうどこかの方についたものであろうっていうことで結論をつけて、まあ、この、名前で、まあ、こういうものがあるんじゃないですかっていうことで、まあ、プロファイリングしたっていうようなことになります。この採掘ですけれども、まあ、この化合物はこう構造、まあ、ここに書いてしまってるので、ちょっと、ややこしいことになってる。本当はこう構造とか書いてはいけなくてですね。なので、こう論文中では実はこういう構造を書いてないわけなんですけれども、あくまで、その、マススペクトルを解釈することで、そのアノテーションできるギリギリのこう、ネーミングっていうものはめっちゃに、メディカリニカシッド、オーマルミルヘキソースっていう風な名前になると。もう本当に言うと、そのメディカリニカシッドっていう言葉を使うことも、おそらく間違えてるかなと、本当はやってはいけないのかなと思うんですけれども、まあ、これは、まあ、アメリカゴトランカチラを分析していて、さらにこのエモーバージーに合致するものが、まあ、過去の報告で、まあ、間違いなくメディカリニカシッド由来であることが、まあ、要するにモーストアバンダントだということで、まあ、このような名前を今回付けさせていただきました。はい。まあ、こういう、今回の、解析事例の、まあ、紹介っていうものはこれで終わります。どうもありがとうございました。